あ、懐かしい。こんにちは、マツケンです。今日はですね、私が人生で初めて触れた楽器カシオの PT50 というものを紹介したいと思います。こちらは私が4歳の頃にある日突然親が買ってきて、思った以上に私がこれにハマったという状況がありました。で、私はネスバンドなどをやっているように電子楽器がすごい好きでして、ちょっと一部を今日は後ろにも並べてみたんですけれども、ヴィンテージシンセサイザーと呼ばれるアープオデッセイ、ミニモーグ、プロフェット5、ジュピター8、そしてデジタル時代に入ってDX7-2FD、 現代版のプロフェット5とも呼ばれるプロフェット6だったり、あと比較的最近の機種であるモンタージュ7ですね。で、これは実は氷山の一角でして、実家にこれ以上の数のシンセサイザーがまだまだあるんですけれども、大学時代ですね、特にこれらを集めるのにハマったのが、当時大学時代アルバイト代のほとんどを、まあ、こういった電子楽器に費やすというようなことをやっていました。で、まあ、そんな電子楽器好きの私なんですけれども、原点をたどるとこの PT50 というものがとても重要な役割になっていたと思います。こちらは人生で2代目となる機種で、カシオの MT820 というもの、こちらを触っていた時間の長さでいうと1代目の PT50 よりも長いかと思うんですけれども、これはまた別の動画で紹介したいと思います。で、こちらの PT50 なんですけれども、普通のピアノの鍵盤のサイズよりも2段階ちっちゃい仕様になってるんですね。2代目に買った MT820 もこれもミニ鍵盤なんですけれども、このミニ鍵盤よりもさらにこの PT50 の方がちっちゃいので、大人の手からするとかなり弾きづらいところはあります。で、この PT50 なんですけれども、ここにある個体は当時私が幼稚園児の時にいじっていたものではなく、当時いじっていたものはですね、もういろんなところに持ち運んだりとか毎日のように遊んでいて、もう使い倒していたので、かなりボロボロになってしまってるんですね。で、こちらは大人になってから比較的状態の良いものをヤフオクで手に入れた個体となります。で、早速電源を入れてみまして、鍵盤を弾けばこんな感じで音が鳴るんですけれども、和音は鳴らないんですね。こんな感じで単音しかならないものになっています。で、音色も8種類から選ぶことができまして、1つ目のこれピアノ、ハープシコード、オルガン、バイオリン、フルート、これなかなか哀愁漂う音で好きなんですけれども、クラリネット、トランペット、チェレスタみたいな感じですね。で、この機種の特徴の一つとしてリズムを鳴らすことができます。これはロックなってますね。で、ここにあるコード演奏エリアのボタンを押すことで、コード和音を奏でることもできます。例えば C を押すとこんな感じで C メジャーの音が鳴ります。で、マイナーとかセブンスはどうやるかというと、下の方のこのちっちゃいボタンを同時に押すことでマイナーだったり他のバリエーションを鳴らすこともできます。例えば C とマイナーを押すとこんな感じで C マイナーが鳴っていますね。あとセブンスで、他にもマイナーセブンス、メジャーセブンス、シックス、マイナーシックス、サスフォー、ディミニッシュ、まあ、みたいな、まあ、一通り揃っているかなというところですね。で、リズムの種類も16種類ありまして、これがロックなんですけれども、みたいな感じでリズムにもいろいろな種類があります。で、もちろんテンポを速くしたり、まあ、遅くしたりすることもできます。で、このフィルインというボタンを押すと、押している間だけリズムに変化をつけることもできます。なので、これでま
まあ、みたいな感じで左手と右手でコードとメロディーを演奏することができました。でこの機種のとても大きな特徴として、ここにロムパックというものが挿入できるようになっています。ロムパックというものはこういうものですね。要は楽曲のデータが入っているもので、これをいろいろと入れ替えることでいろんな楽曲を自動演奏したり自分で弾いたりすることができます。特に私がよく使っていたのがこのザ・ヒットパレードというものですね。収録曲がマイウェイ、イエスタデー、ミスティ、A 列車で行こう、口なしの花、銀座の恋の物語、別れても好きな人、赤いスイートピー、もしもピアノが弾けたなら恋人よみたいな、渋い曲を当時幼稚園の頃弾いたりしていました。で他にもこれが2番目によく使っていたやつですね。スクリーンテーマ3というもので、愛のロマンス、ロッキーのテーマ、愛のファンタジー、魅惑のワルツ、エーデルワイス、ドレミの歌、第三の男などなど、よく使っていたことは分かる通りもう錆びちゃってますね、ここね。他にもファミリーソングというものでサンタルチア、ロングロングアゴーなどがあったり、これ時代を感じるアニメーションテーマ4というものが、ドラゴンボールよりマカ不思議アドベンチャー、ロマンティックアゲリオですとか、ゲゲゲの鬼太郎、ノラクロくん、アニメーションテーマ5というものがツルピカハゲマルくん、懐かしいですね。あとドラえもん、青い空はポケットさとか、ビックリマン、鬼徹大百科などなどです。クラシックスというものもあって、ノクターン、セレナーデ、ピアノ協奏曲1番、白鳥の湖ですね。あとこれちょっと時代が進んでデザインが新しくなってますけども、まあ、新しいといっても1990年代の初頭、これらは1980年代ですね。このアニメの歌1というものがサザエさん、踊るポンポコリン、日本昔話、ドラえもんの歌、隣のトトロなどなどが入っています。でゲームミュージックというロムカートリッジも私2つ持ってまして、ゲームミュージック1というものがドラゴンクエスト3、街とか村とか戦闘のテーマとかですね。でゲームミュージック2というものがドラクエ4、ジプシーの旅だったり、インテルメッツォ、勇者のふるさと、謎の城等々が入ってます。でまずは私が一番思い入れのあるこのザ・ヒットパレードというものを指してみようと思います。こんな感じでここに入れて1曲目のマイウェイを呼び出してみましょう。まあ、こんな感じですね。メロディーとリズムとコード情報が含まれたものが自動演奏されています。でこれ練習のためにメロディーだけを抜いてそこで自分でメロディーを弾いたり、コードだけを抜いて自分でコードを弾くみたいなこともできます。まずこのコードというものを押してから再生するとメロディーが抜かれます。こんな感じですね。なのでこれに合わせて、まあ、みたいな練習ができます。あとは逆にメロディーというものを押してから再生するとメロディーだけが流れるので、コードは自分で演奏することができます。今何もコードになってないんですけども、こんな感じで自分で、演奏することもできます。でこちらちっちゃい液晶画面がついておりまして、鍵盤を弾くとこんな感じでリアルタイムで鍵盤部分が表示化されたり、あとコードの情報も今 C とかC マイナーとかが表示されるようになってます。これ曲を再生させると、こんな感じで次々と表示が変わって演奏の中身が分かるようになっています。これかなりためになりましたね。一つ面白いのが A 列車で行こうという曲が当時私すごい好きでして、当時の動画もあるんですけれども、でこの A 列車で行こうなどが特に顕著なんですけれども、このコードの仕組みだと分数コードみたいなのは実現できないんですけれども、力技でベースが鳴っている時だけその分数の音にコードを割り当てて、めちゃめちゃ目まぐるしくコードを変化させることで無理やり分数コードみたいなものを実現したりもしていました。この A 列車で行こうなんか見てみるとなかなか面白いです。まあこんな感じです。ものすごい目まぐるしくコード情報が動いていますね。これをでも私当時この液晶画面を見ながら、なんかこの目まぐるしさがなんかかっこいいなみたいに思っていたことがすごく思い出にありますね。という感じでいくつか曲も紹介してみようと思います。イエスタデー、この哀愁漂う音色がもう何とも言えませんね。今聴いても味わい深いです。この曲は当時結構好きでした。口
チナシの花ですね。なかなか渋いところですけれども、こことかすごい好きですね。いや懐かしい。これは銀座の恋の物語ですね。これも当時すごい好きでしたね。これは別れても好きな人ですね。なかなかこういった曲を弾いていた4歳児というのは渋い感じだったなと思いますね。あとはこれ今見ていてもコード情報とかが、ああこういうコードなんだなみたいに改めて可視化されていて勉強になったりもしますね。他にもちょっとカートリッジを入れ替えてみまして、スクリーンテーマ3、これは第3の男ですね。まあ、これは山手線の恵比寿駅で発車メロディーとして使われたりしてますけども、発車メロディーとして使われ始めた時に、あこの曲が使われたんだみたいな、まずこのキーボードのことを思い出しましたね。幼稚園の頃よく弾いていたので。あとはこの限られた音域で実現するために原曲とキーが異なったりする曲もあります。この曲も原曲とはキーが異なっておりますね。この曲なんかは、まあ、原曲にあるあの難しい箇所が再現されてなくて、まあ無理もないよなみたいに当時思ったりもしていました。でこのロムパックを再生することができる機種はもちろんこの PT50 だけじゃなくカシオさんたくさん出されていたんですけれども、機種によって音源の仕様が違ったり、このリズムパターンはあるけどこのリズムパターンはないみたいなこととかもいろいろあったでしょうに、その中で仕様を合わせて作るっていうのは当時の制作者は大変だったんじゃないかななどと思ったりもします。で中でも久しぶりに聴いていて懐かしいなと思った曲に鈴懸の道という曲がありまして、あまりにも懐かしかったのでちょっとメロディーを抜いたものを流してメロディーだけ弾いてみようかと思います。ああ懐かしい。懐かしい。ということで人生で初めて触れたこの PT50 とても懐かしいんですけれども、最後にゲーム音楽っていうところでドラゴンクエスト2のこの道我が旅をコードとメロディーを自分で弾いてみたいと思います。ということで私が人生で初めて触れた PT50 という楽器の紹介でした。ご視聴いただきましてありがとうございました。